アブドゥルアジーズ・ハキーム、2005年はイコールサイード・アブドゥルアジーズ・アル・ハキームは、シーア派に属するイラクの政治家。シーア派系政治組織イラク・イスラム、革命最高評議会の指導者で、イラク人による暫定統治を担うイラク統治評議会の議員、ナジャフーマレ。預言者、ムハンマドの子孫として、尊敬を受けるサイードの家系で、イラクのシーア派の行為法学者を代々輩出した。 ハキーム家の出身。父サイードムフシンハキームは12イマーム派の最高位、法学者、マルジャエタクリードを務めていた。アブドゥルアジーズは、兄ムハンマドバーキルハキームと共に、サッタームフセイン政権の抑圧を避けて、イランで反体制活動を行ってきた。2003年のイラク戦争でサッターム政権が倒れたのをきっかけに、イラクに帰国して政治活動に入り、 統治評議会の議員に就任。8月に、アニムハンマド・バーキルが暗殺された後、兄に代わって、イラク・イスラム革命最高評議会の指導者となった。2003年12月には、統治評議会メンバーの臨番ンンによる議長を務めた。2009年8月26日、ガンのため逝去。アブドゥルアジーズ・アル・ハキーム・パセズ・アウェイ・ファーズ・ニュース2009年8月26日、 ありがとうございます。